はい、バイクを駐車して、はい、 I love you M ヤンです。おはようございます。朝からね、カオマンガイを食べましょうと。はい、 M ヤン注文しました。カオマンガイではなくて唐揚げご飯、カオガイトーというね、鶏唐揚げご飯にしました。自分で氷を継ぎますよとね。Do it yourself、 てめえでやれよっていう、ね、ことですから、Do it myself じゃないんだね。最近友達に趣味何って、 DIY ですってね、ソロキャンと DIY ですって、ね、YouTuber みたいなことやってんなつって、いや僕もね YouTube やりたいんですつって、そうかそうか、じゃあ一緒にやろうよ、一緒にね弱小から始めようよつって、自信ないなーとかね、いやこの弱小から始めるところが楽しいんですよつって、あそうだ、 M ヤン I love you M ヤンですのテンションが低くないですか、最近元気ないんじゃないですか、元気あります、何言ってるんですか、カツオくん、はい、赤いチェリーを、あチェリオじゃねえか、日本ではチェリオ、この赤色が美味しいなと。昨日ね、M ヤンは誕生日でした。44歳になりました。生誕44周年っていうことだね。 M ヤンというね、中年のマスコットがこのように生を受けて誕生して、降臨してきて、マスコット化44周年記念の飲み会があって、ほぼママと差し飲みっていうね、他にもいたよ、従業員とかいたよ、スタッフとかね、いろいろいたけど、まあ何も会話に参加してこない、何もママに何も言えないってね、タイの男たちなんでああなるかね。あ、ご覧ください、ここ見て、お店の看板のちょっと待てよって、はい、もう一回二度見する、はい、右側にね、見えない、ごめん、ミシュラン2021、今年のミシュラン取りましたよというね看板を掲げていたんで、本当ね、本当ミシュラン取ったのってね、M ヤン友達にミシュラン取れねえっていうね、泣いてる友達がいるんですよ。はい、スープ来た、スープをちょっと飲んでみて、本当ミシュランっていうね、その友達はさ関西で、まあ、お店やってるんだけど、ね、取れねえっつってね、泣いてみたりね、もう一回頑張ってみたりいろいろするけど、結局多分まだ取れてないと思うんだよね、その点でここはさ、ね、女の子がさ3人で切り盛りしてますけど、まあ、店主はねおばあちゃんで、たまにここに参加しては来ますけど、ミシュランかって言われると、あでもねドクターコトーも来てるからね、まあ、まあ、M やミシュランにあんま詳しくないんでね、いろんな部門があるんでしょう。はい、赤いお水を継ぎ足して、これがうまいのかもな、既製品だけど、はい、グビグビ、昨日もね随分飲んだっていう話で、そうするとねこういう甘いお水が飲みたくなる、はい、来ました、これです、ミシュランの、カオガイトーというね、鶏唐揚げご飯です、ね、で甘いのをかけます、ズブズブズブ、甘いの好きだからね、タイ人ね、M ヤンも嫌いじゃないけどそこまで好きじゃない、ね、でも食べてみましょう、はい、パクッとなと、うまいよ、うまい、うまいんだよね、死ぬ前に食うかっつったら食うかな、M ヤン明日死にますとってね言うときに、友達が、ああ、じゃあいい店あるよ、つって、ミシュラン取ってるいい店があるよ、つって、ここに来たら、ここかーってなりそうだけどな、まあね、何せよ素晴らしいお店であることに違いはございませんよ、と。これね、M ヤン、ちょっと悲観的に、批判的に物事を言ってしまってますけど、お店批判じゃないんですよ。ミシュラン批判なんだよね。何でもミシュランだからすげえすげえとかさ、妻もそう、ロイヤルロイヤルうるせえよっていうね、M ヤンはねそういう何格付け主義ね、誰かが、御用達系、
誰かさんのご用達ですから、すごいに決まってますって、ね。すごくなくてもいいから面白きゃ。ね、顔漫画なんかどこでも同じだよ、みたいな、ね。もっと言ってしまうと、ラーメンもある程度うまきゃもうそれでいいよっていうね。行列作って食うのもいいんだけど、うめえってなるんだけど。でも、そうじゃなくてさ、その辺で頑張ってるお店もそれはそれで、ね、悪くはねえぞ、つって。ね。だから友人に言いたいよ。ミシュラン取れなくても、まあ、ミシュランも忙しいんでしょつって。人数限られてんでしょって。お店は無限にあるんだから、ね。取れなくていいよって。一番になんなくてもいいよつって。目指すことは素晴らしいけど、っていうね。そして忘れがちなのが、M ヤンはいい客か ?M ヤンはちゃんと、ね、何かを洞察できるだけの、経験を積んだかつって。文句だけ言ってないか自分はどうなんだ？お客さんとしていいお客さんなのかっていうね。何でもお店にね、頼りきりじゃないのかっていうね。そういうことを、ミシュランは教えてくれませんと。あ、そうだ、忘れた。この話で思い出した。M ヤンのね、お店に、あそこ学園祭みたいな盛り付け、飾り付けになってるでしょ、ね、そのポスターの中に、北の国からの、もしくは、ポッポ屋とか、いろんな映画、三吹市伝のね、その中に北の国からの、写真が貼ってあったりして、あれつって、北の国から好きなんですかとかってね、そういうコメントをいただいて、好きですって、ね、M ヤン大好きなんだよね、北の国から。なんで北の国からが好きかっていうと、今の話に少し連動していて、ね、みんなね、普通の人なんだよね、スーパーマンがいないんだよ、北の国からっていうドラマね、知ってる？北の国からって知ってるよね。田中邦衛、この間ね、亡くなっちゃった俳優さん、ね、彼と、ね、淳君と蛍っていうね、そのドラマ、エミアン好きなんだよね。まあ、いろんな映画とか好きなんだけど、北の国からも特に好きな、日本のドラマで、あれ何がいいかっていうと、誰も一番になろうとしてはいないんだよね。誰一人スーパーマンキスじゃないんだよ。ね、一番になってやろうとね、天下一自武道会で、優勝してやろうとか、そういう人間が北の国には登場してこないんだよね。むしろ弱いみたいなね。戦闘力低めの人間が集まっていて、ね。でも、なんだろう。自然と向き合うっていうことがまず大前提にあって、そこからこう人間の、弱さとか、弱いからこそ強いみたいなね。弱さがあるからこそ強さに気づくっていうさ、何？クーラー壊れたからこそ、クーラーの必要性に気づくみたいなさ、壊れてるからこそその必要性に気づいていくっていうような、ちょっとその、ドラゴンボール系じゃないんだよね。そういう、全然違うロジックで、ストーリーが展開していく、あのドラマはね、いい時の日本だなってね。日本のいい時。クーラー効いて、ガンガン効いてたからこそ、クーラーが壊れて、クーラーの、存在に気づく。日本の高度経済成長で、ガンガン成長してるからこそ、なんかぶっ壊れて、なんか壊れてるぞってことに気づくって。あれ難しいんだよね。ああいうドラマってすごく作るの難しいし、背景がとても難しいんだけど。今やれって言われると多分すんげえ暗くなっちゃうんだね。ああいう映画、ドラマって。日本がグイーンとかね、成長してるからこその素晴らしいドラマのように思えて。昔さ、ね、中国に留学してた時に、M ヤンが好きな監督にチャン・イーモーっていうね、人がいて、その人の映画の一つに、生きるっていう映画があるの。生きる。あっちでホージャーっていうさ、題名で、呼ばれてるの、ほうじゃ生きるよんっていう、その映画 M ヤン好きですっげえ面白いやつって、ね、中国って大変だなっつって、で日本が中国に攻めてっ て、そういう背景、文革って大変だなっつって、散々殺されるんだなとか、そこで生き抜いていくっていうドラマをね、日本の M ヤンが見たらすっげえ面白いって思うんだよ。でもそれを中国人のその現地のね、現地でつつましくでも必死に勉強してる学生に見せたらね、本当はこんなもんじゃねえって。もっと過酷だし、ね、もっと残殺だし、ね、文学とか半端じゃねえとかってね、そういう意見で変えていくんだよね。やっぱ見てる人間の背景が、やっぱり映画をどういう風に見せているかっていうさ、色濃く
あるわけでしょ。ね。あ、そっか、そうなんだ、つって。M&M たちの平和な日本、ね、満たされてる日本から貧しい中国って見たら、ね、面白かったけど、もっと貧しい生活をしている中国人があれを見てると、世界に向けてね、あのね、なんかこう、うまいことやってっけど、本当はもっとこんなもんじゃねえっていうふうに、そういうコメントをこう、もらったんだよね。そういう意見をしてくれる学生がいて、あ、なるほどね、女の子なんだけど、ね、エッチしようかみたいなね、そういう気持ちにもさせてくれたし、ね、彼女がそういうふうに言っていて、だからこう、飯食うときもさ、あんたの背景どうなんだよっていうのがあるよね。だから、エミアン、ミシュランとか、ミシュラン、その選んでる人間の背景によって店変わるぞ、つって、店の良さも変わるぞ、つって。ね、全然うまくないけど、お兄ちゃんびしょ濡れじゃねえかよ、つって。タオル貸してやるよ、そこに風呂入っていいぞ、とか言われたら、それはそれですげえいい店だよな、つって、ごめんな、こんなもんしかなくてさ、つってな。まだうまくできないんだよ、つって。でもお兄ちゃんびしょ濡れだな、なんだ。傘ささなかったのか。あれ、お兄ちゃん振られたのか、つって。お前、振られたんだろ、つって。いや、振られてませんよ、つって。ね、あの女がさ、いや、なんかやっぱあったんだよ、お前さ。お前、風呂入れ、風邪ひいちゃうぞ、つって。今、ラーメン作っとくから、とかさ。あ、食べ終わる最後のキュウリです、と。はい。ね。だからうまいだけがさ、ね、うまいという、その、一つの物差しだけじゃないんだよね、お店って。いろんな要素が、こう、絡み合ってるわけでしょ。だから、ミシュランです。すごいです。ね、味、味確かですって、それはいいんだけど、つって、逆にちょっとさ、なんだろう、興ざめするっていう感じも、エミアンはするね、俺はね、エミアンはね、違う？間違ってる？死んだ方がいい？いや、エミアンはそういうタイプだな、ミシュランね、トリップアドバイザーで一番とか、まあ、自分がお店やってるから、ね、からかもしれない、そんな簡単にはいかねえぞ、つって、でも違う良さもあるぞ、ね。というふうに妻にも言ってるしね、一生懸命接客する、ね、お客さんに声をかけてみる、ね、お年寄りの人が、ね、一人で来たら、ね、あの自分で精一杯やってみるとかさ、背景が違うから、ね、いいと思える場所も違うんだけど、ね、ただ本当に美味しいものが食いたいっていう人もいるけど、そんな人少なくない？ただうまいです、ここうまいですつって、ね、そんなこと正直言ってどうでもいいよね、だから北の国からでさ、ね、田中君に五郎さん、と純君と蛍、小さい子供たち、お母さんがもういなくて死んじゃってね、でもお金もあんまなくてね、仕事もあんまなくて、ほとんど自給自足みたいな、ね、助け合いの生活の中で、ここミシュランだから行こうとかってさ、ね、そこで蕎麦食ってさ、あ、やっぱミシュランだからうまいねとかってね、パパ美味しいとか、ね、多分視聴率少し下がると思うんだよね。でさ、五郎さんがね、あ、これ東京で流行ってる歌なんだと知ってるかとかって、ね、そういう東京だったかどっか忘れたけど、長渕剛のさ、やるなら今しかねえとかっていう歌を五郎さんがさ、これが今流行ってんだって聞いてんだけどさ、でもやっぱそこで出てくるのはやっぱ長渕剛なんだよね。長水を剛だだってね、言葉を間違いながら息を言おうとさ、ね、そういうシーンがいつかあったでしょ、ね、知らねえよって言われちゃうかもしれないけど、あるわけよね。そこでさ、ね、本当に東京で TRF とかさ、ね、小室哲哉とか聞き出しちゃったらさ、またそこで少し視聴率に影響出ると思うんだよね。うん、あ、食べ終わった。はい、M1、食べ終わりました。まあ、視聴率っていう風に言ってること自体もバカバカしいんだけど、まあ、何にせよミシュランですってね、西欧の価値基準で全部をこう判断されて、それを押し出されると。まあそれはそれでいいけどさ、とは思うんだけどね、はい、ごちそうさまでした、美味しかった、ミシュランだろうがなかろうが美味しいですよ、ということを、一言告げて帰りましょうと。はい、ヘルメット、44歳になった M-Yan は、今日からね、きちんとヘルメットをかぶりますと、そういう約束を、妻としました。はいよ、ね、空を向いて、エンジンをかけるときにどうしても携帯が空を向いてしまいます。はい、走っていきましょう、こういうカメラワークでね、乗り物酔いをしちゃいますよという女の子には申し訳ない、もう少し、お待ちください。ジンバルを買うなり、まあ、ああいうお店にね、ガチガチのさ、機材みたいなもので撮影すると、ちょっとやっぱこうなんだろうな、
こっちに注目が集まってやりづらいってのもあるよね、うん、はい、ご覧ください、病院の、右手を走っています。これはどっちに進んでるかわかるかな、ね、方角わかるかな。影は左から右に伸びていて、時刻は朝早くですということで、南に進んでるんです ね、 ね、はい、だんだん日が高くなってきましたよ。今日はね、 M や何やるかというと、一日中ラーメンやります、ね、新しいラーメンを開発してくださいパパということで、なんだかんだつってラーメンが一番売れます、ね、冷やしラーメンを、やりましょう、ね、この間日本人の友達が、お店に来てくれて、そうめん売れるよとかね、うん、冷やしラーメンいいんじゃないっていうねことを教えてくれました、じゃあね早速 M やんたちもやってみよう。はい、東に向かって走っていきます、まだね食べ足りないぞということで、キョロキョロしながらお店を探しているんだけど、まあ静かだよね、うん、今日が日曜日だっていうこともあるんでしょうが、どこも開いてません、はい、左側に見える大きなビルは、これ病院です。で右側も病院ですね、うん、チェンマイみたいなね田舎町は病院の力がすごく強くて、一番大きな、建物は病院かもしくは大学ですね。病院ってのはとてもこうなんだろう、権威的でね、で頭がいいんでしょみんなっていうね。で実際ね、日本人の M やんたちが病院の先生たちとじっくり話すと、お前ら何も知らねえなっていうね、そういう感想になってしまうんだけど、本人たちはとにかくプライドが高い、うん、俺はすげえんだってね、その塊です。で今ねワクチン打ちますよっていうタイミングで、M やの妻とかママなんかもワクチンを打つ日取りを決めていたように思うね。日本人の友達なんかもワクチンもう決めた、いつ打つか決めた、どの会社のワクチンを打つか決めたって、ね、そういうことを話していて、 M やは何にしたっつったら、 M やは打たない、うん、多分打たないな。こういう時本当注意が必要だよね。みんながやるからやっていいね、そうは思わないんだよな、うん、特に M やはその時に、いや一回逆行ってみようって思うタイプ、うん、待ってよっつ、本当かっつって、うん、そんな M やにママはテレビでちゃんと紹介してたからとかって言っていたけど逆に怪しいんだよな、そういう時の方がっつって、うん、そもそもテレビもマスコミもさ本当のこと全然言わないし、それがタイならなおさらでしょ。はい、この辺なんか食べ物屋さんあるんじゃないかな。うん、M やんは何を選んだんだっけな、ここで。はい、まっすぐ行って、今お堀の内側に入って走ってます。影を見ると、影は、左から右に伸びているので右南下しています。そういうね、みんなこのさ。タイ人の人たちは風景だけでこう道を覚えるんだよね、うん、それしか情報がなくて、うん、太陽の方向とか星の方向とか何もっといろんな、向こうの山の景色とかそういう情報で、自分の位置情報をとっさにこう判断できないから、タイ人は方向音痴だと言われているよね。でも今の日本人も多分すごく方向音痴になってきたように思う、うん、この10年ぐらいでね、 GPS がないとたどり着けないみたいな、なんとなしにこの辺だよねみたいな、うん、そういった感がなくなってきてんじゃないかなって。大多数の意見に従うときもそんな感じじゃない、多分それ嘘だけど大体この辺だなって、うん、ね、受験勉強なんかもさやりすぎちゃう。ね、もともとは自分が好きなものを学ぶために大学行くんだけど、ね、何か違うラットレースみたいなものに巻き込まれて、とにかくいい大学に行くことが、ね、人生のゴール、ね、結婚もそう。とにかく、とにかくいい結婚をすること、条件のいい結婚を、手中に収めることが、幸せです、ね。いや、それ勘が悪いよって。うん、大体この辺だぞっていうのがあるけどね。
だいたいこの辺の女がちょうどいいよなって。でも一番いい女を求めちゃう。一番いい彼氏を求めちゃう。収入を上げすぎちゃう。上げすぎて離婚してしまうとかさ。うん、ほどほどってあるぜって。はい、ここ来ましたよーん、つって。ね。ね、ここはね、ちょっと高いんだよ。60バーツ。うん、ちょっと高めのお店なんだけど、まあ、日本人からしたら気にならない。うん、はい、こんなボロい店が高いんだ。違うんだなーって。うん、これをボロい店と言ってしまったら、あなたはやはりね、ミシュランに侵されてるんですよ。ここは清潔。見て、この、店員さんの。ここはいいお店だね。で、日本人がここに来て食べると、うわ、汚ねえ、小汚ねえ店だなんて違う。うん、M&M が来ると、あ、綺麗だな、つって、うん。きちんとやってんな、つって、うん。ふうに感じ取れますよ、つって。じゃあ、M&M 日本に来たらどう思うの？日本に来たらまた日本の価値基準で物を見ますから。その時はまた別物ですよ。ね。うん、あ、そんで、ワクチンは打ちません。ね、心配してくれてありがとうございます。ワクチンは打ちませんよ。うん、ね、タイにはさ、このチェンマイには、インパル作戦というのがあって、ね、前も話したと思うけど、8万人ぐらい、10万人ぐらいかな、日本からこう兵隊さんがわざわざ北タイ、そしてミャンマー、そしてインドの方に抜けてくっていうさ、そしてイギリス軍と戦うっていう作戦があったんだよね、うん、でもみんな死んじゃう、うん、いろいろ作戦あったよ。第二次世界大戦中に悲惨な作戦あったけど、このインパール作戦が一番悲惨って言われたね、うん、それにまつわる何逸話っつうかさ、エピソードが、このタイの、北タイにはさ、無数にあって、それを無数に聞いてきた、エミアンは十何年にわたって。かわいそうだなぁ、つって思いながら、で、その、作戦の失敗の、その、張本人つうかさ、誰の責任つったら司令官なんだよね。ちょっと名前忘れちゃった。その司令官があまりにも頭が悪くて、ね、でも強気で、人の命なんて何とも思っていなくて、うん、で無謀な作戦を遂行したばかりに、若い命が、10万人近くも失われてしまう、全滅してしまうっていうね、うん、すごくない10万人って、うん、東京ドーム2個分だよってね、うん、それがみんな一人の意見で死んでいく、もう死にますからこの作戦やめましょうよって再三言われてんだよ、部下に。何言ってんだ、愚か者つって。ねえ。で、自分だけは生き残ってね。うん。長寿を全うするっていう。で、一回もその自分のその非を認めないという。で、10万人を、ね、何キロ ?470 キロぐらい歩かしてさ、山ん中だよ。すんげえ山岳部を歩かせて、で、すんごい高い山とかあるんだよ。それをさ、470キロを徒歩で、そりゃ死ぬよって。で、途中に、でっかい川が、川幅600メートルの川があって、それを越えていくっていうさ。で、食料どうすんすか？その10万人もの食料を470キロも、ね、運ぶってどうすんすかってね。よし、決めたっつって。牛を一瞬連れてこうっつってね。で、牛に、その銃とか、爆弾とかそういったものも積んで、ね、でキャラバンのようにして、470キロ歩いていけばいいじゃないかっつって、実際それやるんですかっつって、何万頭もの牛を確か同行させていくんだよね。そして川幅600メートルの、ね、川を渡ってる途中に牛がみんな流れてくっつって、で それとそこに積んでた銃や、ね、食料もみんな流れてみんな餓死するっていうね、うん、そんな大きな川があるとは聞いてないぞとかって、ね、上官もびっくりしたんだけど、うん、最高の司令官も、それは計算外だっつって、ね、もう食料ありませんって、みんな餓死してます。アメーバーセキリですね、マラリアで高熱ですってね、バタ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 死んでいるっつってね、マラリアなんかね、ただの風邪だみたいな、ね、うん、今のコロナみたいな感じだね。ただの風邪だっつって、気にするんじゃない、でも実際に死んでますって、それは気合が足りないからだみたいなね。食料どうするんですかって。食料ってのはな、相手から奪うもんなんだよって。
相手を殺してそこにあった食料を食うんだっつって、でも銃がありません、殴ればいいだろうみたいな、ね、相手は銃を持ってるんですよって、大和魂があるだろうって、投石しろみたいなね、そしてみんな死んでいくって、ね、そんなことあるっつって、うん、そんな死に方絶対したくないけどって、ね、で実際戦いで死んだっていうよりも何餓死とか病気で死んだ方がよっぽど多いっていう戦いだったようで、うん、そこからもやっぱ学べることは、ね、どうしようもね人間にはついていくなっていうことなんだね。そのためにある程度勉強したり、経験を積んでおかないとなってのはあるよね、うん、はい、唐辛子入れます、うん、このお店何と、名前わかんないんだけどね、うん、美味しいんだわ。鶏を煮込んだ甘いやつと、米の麺が入ってるよ。今ナンプラー入れて、次はまたお砂糖を入れます。ただでさえ甘いのにもっと甘くするっていうね、うん、あ、トップガンっていう映画、トップガン2っていう映画がやるやるって言って楽しみにしたけど、あの話聞いちゃったね、消えちゃったね、もうやんないのかな、後で調べてみよう。トップガン2、 M やんトップガン1好きだからね、うん、なんで今トップガンを思い出したかっていうと、お砂糖を入れたから、うん、お砂糖を入れた瞬間に今トップガンを思い出したの。なんでっていうね、うん、そういう動画の撮り方してるんだっていうことを説明するためにあえてトップガンの話を持ち出しますが、今お砂糖を入れたでしょ、ね、ただでさえ甘いスープにさらにお砂糖を入れて甘くするっていうふうに M ヤン言ったよね、自分でね。勇気はなかったんだけど、たまたまそういうふうに言ってしまった。それによってトップガンを思い出すね。お前らはね、トップ 1% のね、ね、エアフォーストップ飛行士だけど、トップパイロットだけど、さらに鍛えるっていうね、フレーズがトップガンという映画の中にあるんだよね。うん。それをお砂糖で思い出して、トップガンの話に、話が流れていく。そういう、いや、思いつきなんだね。思いつきで動画が制作されていくね。うん、でもいいセリフじゃない？いいセリフつか、子供の時に、わあ、かっこいいと思ったんだろうな、エミヤンもそれを覚えてるっていうことはさ、トップ 1% どういうことってね。そもそもパイロットになることがすごい、うん、あの戦闘機のパイロットってすげえ難しいんだぜっていう前情報がある中で、その100人中の1人になって、そしてそれが集まったトップガンというね、何週間かにわたるね、あの養成期間の中で、うん、1% 人間がさらに鍛えられるんだって、そしてその中で、友人が死んでみたりね、ソ連のね、ソビエト連邦のミグっていう飛行機が攻めてきてみたりって言ってね、うわすごいっつってね、トップ中のトップなんだみたいな、ね、北の国とは真逆、全く真逆のね価値観で動いていくトップガンにも憧れるってね、 M ヤンもああなりたいなってね、ああいう男になってみたいなってね、うん、カリフォルニアで、暮らしてみたいなっていうのもそっから来てるし、そっから M ヤンに洋楽文化ってのが入ってきて、子供なのにずっと洋楽聴いてる。今では簡単じゃん。今じゃ簡単だけど、当時、あの、アメリカの音楽を聴くって結構難しいのよ。情報がないから。無限にレコードとかさ、CD がある中で、どっからこう手をつけていいか分かんないけど、その切り口がトップガンだったよねっていうね。うん、このトップガンの話題がどっから来ましたかというと、あのお砂糖から。この甘いスープにお砂糖を入れたところで、うん、トップガンの話に移行してきましたよってね。どうやってお話ししてるんですかって、どういうふうに動画作ってるんですかっていうふうにね、聞かれた答えをそういうふうに答えたいかな。うん、適当ですってね、うん。思いつきで話してるだけですよっていうことなんだよね、うん。それを具体的に言うとこういう感じ。甘いスープに甘いを砂糖を入れてね。うん、何っつって。ということはトップガンと一緒やんけっつってね。トップ 1% をさらに鍛える。ドゥ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 ンドゥーンとかってね。M ヤンはこういう食堂が好きなんだな。うん。ね、大衆的な。まあみんなそうか。うん、だから、この、シンガポールとか行って、こう、綺麗なところに綺麗なカフェ的な日本食屋さん、カフェ的なヌードル屋さんみたいなのがあっても、それにはあまり惹かれなくて、シンガポールに住もうとは思いませんでしたよね。行ったことあるけどね。うん、マレーシアも、マレーシアはちょっとね、エロチズムに欠けるよね。国全体が。硬、うん、い。
だからもう少し年を取ってエロチズムね、エロと無縁のね、年齢になってきたらマレーシアもおすすめなのかなって、うん、逆にこう何遊べるのに遊べないみたいなさ、そういうタイは年取ってくると結構辛いよね、うん、やべえ遊びてえな夜ね、いくらでも女いるのになみたいな、でも妻いるなと、年取ったなとかさ、病気だなとか、そういう時にタイってのはちょっとこう辛くなってくるかな、うん、実のところ M1 は、プサンをおすすめするけどね、うん、マレーシアシンガポールよりもプサンに M1 だったら住みたいなって思うね。で韓国に日本人が住むと反日感情どんな感じっていうと確かにあるよ、うん、そして派手に遊んでるとやっぱりこうなんだろう、目つけられたりもするし怒られたりもする。でプサンで知り合った友達ね、うん、M ヤンと同世代の友達が何人かいるんだけど、うん、で最初はおーとかって感じで、お前面白いなとかさ、飲むなとかさ、ね、なんか今度あっち連れてってやるとか、いろいろこうね2週間ぐらいいると友達になっていろいろできるんだけど、ただ酔っ払うと日本ってよとかっていう感じの話にはなるよね、うん、お前分かってんのその辺みたいなことになるよね、なるんだけど、そこである程度対応していくと、あのそこにいた女の子が何落ちてくるってことさ、うん、あこういう日本人いるんだね、珍しいねってことで、一緒に飲んでた女の子が、気づいたら朝一緒に寝てるってね、うん、エッチしてるっていうことが、何そう難しくない、確率で起きてくるのも、やっぱり反日感情があった方が正直言っていいんだよね、うん、逆境があった中でどういう風な振る舞いを取るか、ね、日本人です好きです好きですってね、日本人大好きですっていうのもいいんだけど、うん、そういう親日感情、ね、丸出しの、まあ、タイみたいな国もね、うん、いいんだけど、楽しいんだけど、反日感情があった方がいい友達ができやすいね、うんうん、最初やっぱ疑ってかかってこられた方がやりやすいってのはあるかな、M山ねってね、うん、あと女の子もさ、男たちが反日感情丸出してさ、酔っ払ってさ、そうすると必ず女の子たちが間に入ってくれるってあるよね。あもういいじゃん、いいじゃん、とかね。エミアンはさ、ってこういう風に言ってんだから、いや待てよ、でもこいつはまだ分かってねえ。日本人マジ分かってねえんだよ、とかって。こう言って、おー、じゃあ話してくれ、話してくれ、とかって。何でもいい、全部話してくれよ、とかって。やってると、だんだん気づいたらなぜかその女の子と寝てるっていうね。うん、そういうことも、プサンでは、まあソウルでもね、いろいろ起こりうりますよ、と。その前提には反日感情があって、よかったなと。ね。うん。M1 こういう食堂が好きなんだよね。ああやって食ってるのを見てるのも好きだし。うん。M1 働きたいんだよな。ああいう風に奥でさ、なんか作って働いたりしてるじゃん。ああいうことをしたいんだよね。うん。オーナーっていいですね。つって、どっしりしてさ、つって。ね、全然面白くねえから。はっきり言って。うん。そんなものはもう誰かに任してしまって、実地で働きたいんだよね。日本のさ、ね、東京じゃなくてどこでもいいんだけど、普通の中華料理屋とかさ、繁盛してる中華料理屋で働きたいな。昔 M1 高校生の時に、繁盛してる地元に根付いた中華料理屋の娘さんと、ね、一個上の先輩だったけど、2年間ぐらいこう付き合っていて、ね、はい、ごめんなさい、カメラ揺れちゃうね。お会計します。ちょっと待っててくださいね、つって。こういう時ね、カメラが反転して上を向いて、カメラ揺れます、ね、船酔いさせます、すみません、ね、で中華料理屋のね、そこのご両親、お父さんお母さんパパママにすげえよくしてもらって、えみやんつって、ね、ご飯食って帰んなよみたいなね、そういう日が毎日続いて、で今思い返すと、あ友達だって、飲む場所ねえな、どこで飲んでるって、まあな難しいよなって、まあまた今度一緒に飲もうって、そういう握手をして帰ります。はい、彼のベンツがあって、はい、こちらは M1 のバイクです。今日からね、ヘルメットをきちんとしていきましょうという活動ですと。ね、うん、はい、じゃあ帰りましょう。ね、満腹ですということで、うん、はい、ごちそうさまーってね、ブン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 、あ、はい、エンジンをかけましょう。ね、こうなっちゃいます。ごめんね、船酔いみたいなのしちゃうよね。乗り物用意してごめんなさい。はい。ブン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 、文春法ですから。はい、出発です。はい、中華料理屋ね、うん、中華料理屋の彼女と、
あの子が初めてエッチしたっていうね、高校2年生16歳だか17歳だか忘れたけどっていうね、1個上の先輩とその彼女のね家が中華料理屋で、中華料理屋の座敷でねエッチするんですよね。若い2人はいいですよね。はい、ライチが売ってます、ライチのシーズンです。でエッチすると、あの学生服のベルトのバックルがねカチャンカチャンって鳴るんだよね。そうするとそんなことはないから、日常生活でバックルが鳴るってことはない中で、ズボン脱いでるんだなっていう合図でして、それをママがねつぶさんにこう察知するんだよね。あね、娘と M1 エッチしてるね。でもそこは俗上がりだからね、寛容で、じゃあ私たちあれだよって、あのパチンコ行ってくるからねとつって思いついたようにパチンコ行ってくれるって、ね、うん、好きにやりなさいみたいなね、うん、お昼休み2時から5時まではお休みですって、ね、お店お休みですっていうことで、その2時間3時間を使って、 M1 たちはそういう時代があってよかったよね。若い高校生が必死にエッチするっていうね、絶対お母さんにバレてるよとって、ね、言われながらも、しかし暑いなここつって、ごめんねつって、クーラーが壊れてんだよねとつって、座敷暑いっつって、そのすべてがいい思い出となるなんてことは当時は何とも思ってなかったね。暑いなとにかくっつって、もうここでエッチするの嫌だなみたいなさ、もっといいとこねえかなっつって、M1 地行こうぜみたいな。でもその暑さがね、M1 地なんか涼しくて、クーラー買ったからっつって、でも暑いとか蚊が多いとか、そういうことが後々はいい思い出になるなんてことは当時は知らなかったよね。今はもう知ってるからそれをうまく扱えるけど、今だから快適に快適に過ごしてる若者を見ると何もねえぞって思っちゃうよね。将来何もなくなっちゃうぞ、いい思い出一個もねえぞっつって、そういう不安が自分たちの息子にもあって、そんなことを構ってる場合じゃなくて、 M1 は M1 で楽しまねえとな。だからああいう中華料理屋で働きたい、繁盛してるお店の従業員として働きたいね、オーナーとしてではなくて、はい戻ります、帰ります。そんでね、パワハラとか、セクハラってのも経験してみたいなね、おいこの野郎ってちゃんと餃子逃げれやぞ、あい上原あいたバカとぶん殴られたりして、そしたら次は奥さんが来て、あ、M1 殴られたね、痛かったね、手当てしてあげるよ、とって、上行こう、とって、手握られて上行って、2階に行くと、あれ、ここ置き屋かな、と、赤線みたいになってて、そこで妻が手当てしてくれる、奥さんが、痛いの、富田新地、とって、痛いの治った、治りました、つって、下も腫れてるじゃない、みたいな、ベタベタなこと言われて、はい、今日もありがとう、I love you、M1 でーす。